はい、どうも、ショートです。現在の時刻なんですけれども、はい、こちら、4月16、19時11分です。はい、で、今日の話題なんですけれども、ヤフーニュースでね、仕事終わり、パッと見たんですけど、一律10万給付は、所得制限しない方向ということで、政府、与党は16日、新型コロナウイルス対策として、2020年度、補正予算案に盛り込む、国民への一律10万円給付について、所得制限を設けない方向で、調整に入ったと関係者に明かしたそうですね。で、これについて思ったことは、政府よと、ね、最初は30万だったろと。いや、30万はでかすぎるよ、国民さんと。うん。じゃあ制限つける。制限つけて、条件満たしたものは、もう満たした人には30万あげるよ。だったんですけども、またちょっと意見変わって、いろいろ国民うっせえから、緊急事態宣言についてとかつって動画出してるやつもうっせえから、めんどくせえから、国民一人、一律で10万あげるよ。なんて、言ってる風にしか聞こえないんですよ。まあ、10万くれるよって言うんだったら、喜んでもらいますよと。はい。ですが、それも、条件があるのではないかなと、なんか、勘ぐるじゃないですけど、そういう風に思ってしまうわけです。はい。で、まず、なんていうかあるんですよ。で、まず1点は、その10万あげるよ。だけど、返してねって言われるんじゃねえかなと思うところで、課税なのか非課税なのかにもよっても話は変わってくるんじゃないかなと思います。それがまだ案の状態なんで、どうなるかっていうのは、ちょっと私の今現状ではわからないんですけども、まあその、まああと2点目はですね、みんなに一律10万あげるよってなった時に、なんか跳ねっかり来るんじゃねえかなっていうのはあるんですよ。で今、税金が 10% ですよね。そしたら、配ったお金の分、ちょっと税金上げてやっか、みたいな。それで返してもらうか、みたいな。感じになると、じゃあ、緊急事態宣言の時だけ税金上げるとか、ならまだいいんですけど、じゃあずっと税金上げたままにしとこう。財源減っちゃってるから。じゃあ、そういうんだと、困っちゃうんですね。だったら、10万いらねえわ。税金ちょっと高くなるのは勘弁だわ。みたいな、意見もあるんですよ。まあ、個人的にですよ。もちろん。で、じゃあ30万あげますよと。じゃあ10万に下がりました。じゃあ今度は、しようとか、何しようとか、その意見が2点3点するんじゃねえかなとも思うところであります。はい。まあ、この私の、まあ、俺の動画を、その、政治家が見てないとは、思ってるんですよ。はい。なんですが、まあ、ちゃんと意見固めろよ。